お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。君に呼び出されるなんて、まるで先生と生徒の立場が逆転したみたいで、なんだか不思議だわ。それでどんな用事なんですか、先生？私の誕生日を覚えていてくれたなんて嬉しいわ。君にお祝いされるなんて考えてもみなかったからびっくりしちゃった。実はね、どんなことかなってドキドキしてたのけど、100点満点のとっても優しい言葉で安心しちゃった。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてでドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。